え、リチャード選手も何かあるんですか？キャンプとかで、練習、守備練習、リチャードが終わった後、もうトロトロでロッカー帰ってきたんですよ。飛び込んでいった。ああ、なるほどなるほど。そう汚れちゃって、ね、汚れて、はいはいはい、で、帰ってきて、ロッカー帰ってきて、で、すぐ次にバッティング練習があったんですよ、うん、こいつドロドロすぎて、汗かきなんで、ドロドロすぎて、クロージャーブバッティングできないですとか言って、いや、シャワー入り出したんですけど、バーって、でみんなバッティング時間決まってるじゃないですか、うんうんうん、でみんなレッチェーとか探してるんですよ。レッチェーのお風呂でーすとか言ってすいませんとか言ってバリシャワー浴びたんですよ。聞いたことないよ。その後、風呂入ってたんですけど、パンツがなかったんですよ。おーで、なかったね。それを探すのにマジで15分ぐらいかかってバッティング時間決まってる、パンツないっすかとか言って、はい、めっちゃ探したのを覚えてます。え、それどうしたの結局？結局自分の持っためっちゃドロドロのやつ水でバーッてやがって、バーッて絞って濡れてるやつまた来て、うえって思いながらバッティング行きました。じゃあ股間だけ濡れてたんだ。そうですね、ここは濡れてるまま特に行きました。そこだけ濡れてた。じゃあ、聞いていきましょう。海野選手はもし野球選手になってなかったら？自分、営業やりたいです。営業？はい。会社入って、車とか売る側。またなんで？なんか喋るんですけど。なんか大変そうなイメージありません？いや、大変だと思います。いや、自分、兄貴がやってるんですよ。あ、営業？そうです。それ見ていいなって思ったんだ。じゃあちょっと僕も車でちょっと買い替えたいなとか。お、ちょっとか営業してみて。発生して。本当にもう。いやでも最近ちょっとね、まあ、買い替えたいなとか。あ、そうです、ね。そんなお金もないんですけど。お金はありますか？いや、あんまないですけど。あ、ないですか。まあそのまあロングオンというか。あ、そうですね。分割でいきたいなと思ってます。うん、あ、分割ですか。はい。やってませんね。やってない。俺ローン通さねえ会社ねえって。車販売で基本はやってないんで。基本は、はい、おい、キャッシュ一括のみの。ええ、一括じゃないです。あれ一括じゃない。一括じゃないです。一括じゃない。だからローンいけるよ。いやいや、分割じゃないです。リボ払いで一番危ねえから。いやてな感じで、あんま向いてないかもしれない。